アロハ星座チャンネル花とハルカとアキとカズです。アロハ。アロハ。わかるかい、アロハ。温度差よこのどこの国じゃないなどこの地域かな、知らない、聞いたことない。本当、私もアロハはワイハですよ、ワイハ。カズさんわかんないっすハワイあーそうそうそうさすがハワイわかるわ、行きたいよ、ビーチでしょ。そう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 、あーそう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 、あだって山にもね、ハワイシャツとかありますよ。アロハシャツかな。でも話題たち言うのはハワイシャツ言うて、男も着るんですけど、でもそのシャツには花のデザインいっぱいね。アロハの意味わかる？ミングラーバ、こんにちは。アロハはね、挨拶だけじゃなくてね、別の意味があって、はい、愛ですね。ラブ、ラブですか？ラブです。愛、愛、愛がありますよ、愛してますよっていう意味ですね。素敵ですね。それを日常的にアロハって使うんですか？そう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 。愛がなくても使うんですか？その辺はあれかな。愛してる意味も同じでしょ？そうそうそう。だから相手に愛してる言うでもアロハと言うの？ありがとうの時もアロハって言うし、じゃあ また会おうねっていう時も、何でも使う。そう、何でもアロハっていう。ミンガラバと同じでアロハ。あ、誰も返してくれない。アロハ。返してあげよう。花はハワイイメージある？ないです。ない？写真とか見たことない？ハワイ服は見たことあるです。ミャンマーの人はハワイに行ったりするのかな、うん、お金持ちな人は行ってるかもしれない。ハワイ行きたい。あれだよ、日本だとね、新婚旅行行かないです。結婚した時に、あー、ハネムーン。そう、ハネムーンで、あの定番よく行く場所がハワイだよ。あのハワイはね、日本語通じてるで言うね。そうそう、日本語が通じるからね。僕がそのハネムーン行った時も、あのハワイですごい日本語喋る人がいっぱいいて、なんかツッコミどころが多くて大変なんで。最初ハネムーン行ったの？そうなんだよ、ハネムーンに行ってさ、最初聞こえないかわいそう一番きついボケ殺しや何かニュースはありましたか？ないです珍しいじゃん。ハワイないね。ダザンモンだっけ、ミャンマーでは何をするの？ドネーションもあるわ。お金とか、お金の方は多いね。誰も簡単じゃないの場所にあれお金とか置いてく、人にあげないでその場所に置いてくでしょ。だから後の人はそれを使うみたい。隠すんだよね、なんかここに置いとくよって言って隠して、誰にも見つからないように置いといて、でそれを見つけた人が持ってっていいんだよね。はい、はい、それをパンタクというね。パンタク、パンタク、パンタク、パンタクと言うて、その紙とかをあれ袋の中でお金入れてパンタクと書いて、それ置いとく、みんなわかる、あこれはパンタクだとわかる。じゃあそれ何、あの満月の日その時にみんなで探しに行くかやるじゃないですか。探しに行くの？いや、探しに行くよ。ヤンゴンのどこに隠してあるかを探しに行くよ。帰れないですね、見つかるまでは。そうだね。あとでお金持ちとかちょっとあれ歌手とかいうの人たちはね、ちょっと遠いな場所を車に行ってハイウェイとかその道にやる。ハイウェイに置いとくんだ。はい、ハイウェイとかちょっと田舎の方に行って、あのその辺のとかで、夜ね、誰も見えないの時間に行って、1万チャットとか2万チャットでいいのかな。
いくらでもいいですよ。気持ちいいから。だったか。でもさ、開けてさ、100チャットだけだったらちょっとショックじゃない？そりゃそうね。感染者数がだいぶ増えたということで。やばいですよね。しばらくコロナの話してなかったからね。そうですね。じゃあクイズです。クイズです。だ今ミャンマーに、はい、感染者何人いますか？あれ？何人いますか？今。今は全部前からずっとずっと、うん、5万人以上でしょ。お、もっといるよ。違う、5万人、8万人以上ぐらいでしょ。お、そう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 、さすが。行っちゃいましたね、8万人。もう10万人は見えるね。世界中で今何人なったかってわかる？世界中にはわからないね。じゃあ、選択問題にしようか。あの、今から答え3つ言うから、はい、どれが正しいか当ててごらん。160万人、2、600万人、3、6000万人。2、バーバー。正解は3番。3番です。3番ですね。3番。なんか、なんか当たってるから、なんかある？社長。はるか、めっちゃ褒めるよ、今から。社長から、はるか。当たったから。はるか、すごいね。はるか、まあ、いつも可愛いだけじゃなくて、頭もいいし、あの、いろんなことも知ってるし、リアクションも可愛いし、もう、どんな人に紹介しても恥ずかしくないよ。そのニュースはね、読むだけであれ送ることもできないから、読んだ時に、ね、長いからちょっと忘れたんですけど、うん、エアワレになんかちょっとちっちゃいな田舎みたいにあるね。仕事してるんですけど、誰でもお金はない、お金ないとか、お金でお金は使わない。その人の家、その田舎に偉い人いるね、うん、ちっちゃい、本当にちっちゃいですけど、その人の名前で、そのあれ場所を作ったんですけど、その人はお父さん言うか、その人は死んだから、その人の娘さんは今そこに偉い人みたいになやってるね、うん、あそこにみんなは仕事やってる。あの家に10歳以上からみんな、ね、毎学校も行かないで仕事しに行くね。 あの辺に水に魚取るとかエビ取るとか仕事しに行くんですけど、その人はそれを全部もらうね。もらうんですけど、お金をあげないで、お米とか食べ物それだけあげる。物々交換ですね。はい、だから今までお金とか触ったことないし、使ったこともないし、人はね、女性は、ね、お父さんの時から今までみんなにいじめてるみたい。すごいね、まだミャンマーでそういうところがあるのね。そう、私もびっくりしました。本当に昔のあれみたいに、お金がない時代のね。お父さんは死んでるんですけど、お父さんのやるのあれまだ残ってるから、そのお父さんの娘とか息子だとか、そういうことしないとダメとか、ずっとね、それで今長くなってる。借金だね。結局その村、ちっちゃい村だから外にも行かないし、はい、その中だけでみんな仕事して、で、できたものはその人に渡して、あとで本当に病気になる時だけね、お金ちょっとあげるみたい。あ、大きな病気ある時だけ。隣の大きな村に行って病院行ける、はい、その行くためにね、それだけお金。でもそれ、その行くためにお金はただにもらえるじゃないで、ずっと前から仕事してるの、1ヶ月にいくらとか取ってるから。あ、貸して口だけ言うね。でも今いくら取ったよとか、あとで。そっか、それ村の名前知りたいな。そうですね、ごめんなさい。私あの見た時ね、ニュースはね、コピーもできない、シェアもできないし。いやでも面白かった、そういうところがまだあるんだね。本日も動画を見てくれてありがとうございます。面白い方ら高評価を、もっと聞きたいなって思ったらチャンネル登録をお願いします。それでは、花と、はるかと、あきと、かずでした。じゃあ。